さあ、それではですね、音楽に合わせて早速踊っていきましょう。手足リラックスさせて、音楽を感じながら動いていきましょう。まずはその場で足踏みをします。その場でしっかりと体重を移動しながら足踏みをしていきます。できる方はですね、ヒップも少し動かしながら動いてください。次は左右に動いていきます。左右に動いて戻します。戻します。美しい姿勢を保ったまましっかりと体重移動していきましょう。アームやヒップも使っていきます。今度は前後の動きになります。前後に足を動かしていきます。アームもしっかりとつけてあげましょう。次は前進するときに回転を加えます。交代は一緒ですね。前進のときに回転、そうです。ゆっくりと顎をつけて横を開きます。斜め前でチェックをしましょう。チェックをして再度チェックをして再度、手を加えて指先までしっかりと伸ばしていきましょう。今度は足を後ろに下げます。下げて再度、下げて再度、腰をしっかりと回してあげることで動きが大きくなります。足がはっきりと分かってきたらアームの運動を加えてあげましょう。はい、ここからちょっと難しくなります。横に移動して後ろに下がります。クロス、サイド、バック、サイド、クロス、サイド、バック、サイド、クロス。アームも使って今度は前、後ろ、サイド、クロス、前、クロス、サイド、クロス。しっかりと体をストレッチしたまま戻っていきます。はい、これでルンバが終わりになります。